ご視聴ありがとうございます。トロピオツカです。というわけで今回はね、モダンホライゾン2の全カードリストが公開されたということで、モダン環境を変えるであろうカードね、トップ10ということで動画やっていきたいと思います。この動画撮る前にですね、ハレリアの花も放送の方で全カードリストをね、見ていく回ってね、放送やったんですけども、まあその中でね、感想を取りまとめて、今回ね、トップ10のカードね、ランク付けしてきましたので、ぜひ皆さんね、参考にしていただければなと思います。まあですね、まあこのランキングもトロピオツカ独断のね、ものなので、まあ、よかったらですね、まあ他の YouTuber さんとかね、SNS のね、プロプレイの方だったりとか、いろんな方の意見を参考にしてね、自分だけのね評価っていうのをねつけてみると面白いかなと思いますので、ぜひまあ参考までにといったところですね。はい、というわけでね、早速トップ10やっていきたいと思います。まずは第10位から。第10位は下船の教師です。こちらは1701でゴブリンシャーマンですね。で3秒を持っていて、タップすると黒か赤か緑のマナを生み出せるっていうねマナクリーチャーになっていますね。まあ元々ねバントカラーで貴族の教師っていうカードがありましたが、それのジャンド版のカードになります。まあ、ジャンドカラーっていうことでね、やっぱ一番強化されるのを持ちつくのはジャンドデッキですよね。まあ、ジャンドデッキはね、シギルのシャーマンを失ってから、まあ、優秀なカード結構ね、3マナ4マナに寄っていることによって、テンポ面でね、苦戦してきたデッキなんですが、まあ、このね、下船の教師っていうマナクリーチャーを得ることによって、2ターン目にベールのリリアナとか、あとはハンデスからのレント6番みたいな、そういった動きが可能になります。またですね、賛美がついていることで、まあ、これ貴族の教師の時も起こったことなんですが、タルモゴイフ同士の睨み合いって起こるんですよね。タルモゴイフってタフネスの方が一応大きくなるので、お互いね、殴っても意味がないっていう状況が起こるんですけど、賛美がついていることによって、一方的にね、相手のタルモゴイフを超えることができるので、そういった点でもね、やっぱこの賛美がついているマナクリーチャーっていうのは強力です。まあ、後半でもね、腐らない魅力があるってことですね。ただしね、タフネスが1ということで、相手のレント6番には注意が必要になるかなと思います。なので、まあ相手がね、レント6番入ってるデッキだったら、ちょっとね、サイドアウトを検討してもいいのかなっていうカードになっていますが、まあ、他にもですね、こいつシャーマンってね、クリーチャータイプを持っているので、マイナーな、アーキタイプであるんですが、シャーマンデッキで採用するのも良さそうです。続いて第9位です。第9位は、ドラコの末裔。はい、こちらですね、プレーンシフトで出た、ドラコのね、リメイクカードになっていますが、12マナ44。で、ハントっていう能力を持っていて、隣ためのマナコストが、基本土地タイプ、1種類につき2少なくなる、という効果を持っています。なので、5種類の基本土地タイプすべて揃えていたら、こいつ2マナ44引こうと、破格のスペックで倍に出すことができます。さらにですね、各色のクリーチャーにボーナスをつけることができて、白だと警戒、青だと呪言、黒だとハンコン、赤なら先制攻撃で、緑ならトランプルを与えることができるということで、基本土地タイプを参照するということで、トライバルズーでね、対応できる筆頭のカードかなと思います。もともとね、トライバルズは部族の炎っていうカードをね、キーカードにしてるんですけど、部族の炎ってカードは2マナインスタントで、基本土地タイプの数だけダメージを与えることができるカードになってますが、まあ、2マナで最大5点火力と非常に強力な呪文になっています。で、このトライバルズ、最近はね、死の影と組み合わせることが多いんですが、このドラコの末裔を出してしまうと、死の影にハンコンがついてしまって、アタックすると自分のライフが回復してしまって、まあ、自滅してしまうっていうね、ちょっとした噛み合わない要素があるので、まあ、死の影に合わせるよりは少し前のね、構築に合わせる方がいいのかなと、個人的には思ってます。まあ、少し前の構築のね、春章の魔導書を使ったりとか、聖トラフトの霊を使ったりとか、ハマキリの乗り手とかかな、を使うような構築に戻した方がうまくこのドラコの末裔を使えるのかなと思っています。はい、そして第8位です。第8位は、ベクの性別者です。こちらは、白白2マナ22のプロテクション黒赤。そして出た時に、すべての墓地の黒と赤であるカード、すべてを追放すると。さらに、黒や赤のカードがね、墓地に落ちるなら、それをね、仮に追放するということで、強烈な墓地対策兼対黒赤のね、要素を持っています。まあ、こちら本当にね、ドレッジ絶対許さないっていうね、明確な意思を感じますよね。まあ、ドレッジだとね、氷結鬼と秘蔵の保護体、そして燃焼っていうカードがね、まあ、ドレッジのかなりキーカードと言われる部分なので、それらをすべて追放してしまうし、しかも、まあ、こいつね、なかなか除去できない。基本的にはやっぱ除去は、突然の水尾とか、暗殺の戦利品、あとは、集団的蛮行みたいなカード、あと稲妻の斧かな、といった黒赤に、除去が寄っているので、それらを全く寄せ付けないというのはね、本当に強いカードかなと思います。まあ、そういったね、ドレッジ対策だけではなくて、他に墓地を使うデッキでもいいですし、あとはね、赤の果敢系のデッキにも絶対的なゴールキーパーとして活躍できるので、今までね、高度ヒアルキとか王力のチャンピオンがそれらのね、役割を担っていたんですが、赤系のデッキプラス墓地対策にもなるということで、かなりね、有効な範囲が広いので、それらのカードにね、取って代わるサイドカードになるんじゃないかなと、個人的には思っています。はい、続いて第7位です。第7位は、ゴブリンの砲撃です。はい、こちら2万のエンチャントで、クリーチャー1点意見下げると好きなところに1点を飛ばせるというエンチャントですね。初代のモダンホライゾンでは、狂気の祭壇っていう作り台のカードが、誘惑からモダンに参入しましたが、それよりもね、さらに使いやすい作り台だと、個人的には思ってます。レガシーではね、トークンや墓所牌みたいなね、何度もね、墓地から蘇ってくるカードを、このね、ゴブリンの砲撃でサクってダメージを与えるっていうね、ゾンバーメントっていう電気が存在したんですけれども、まあ、それらをね、モダンで再現できるようになりました。で、今のレガシーっていうのは、ゾンバーメントデッキがね、大体ホガークデッキに、
取って代わられてしまってるんですけども、まあ、捕獲ね、モダンで禁止ということで、ゾンバーメンとかね、レガシでちょっと活躍できないところをモダンに持ってきて、再度ね、活躍させることができるんじゃないかなと、個人的には思ってます。レガシのね、ゾンバーメンのデッキも、ほとんどのパーツがね、土地以外、モダンで賄えるカードばっかりなので、本当にそっくりそのまま、レガシのゾンバーメンのデッキをモダンに持ってくることができるということで、まあ、レガシでね、一定の活躍を収めていたということは、もちろんね、モダンでも活躍できることは間違いないと思います。というわけで、このゴブリンの砲撃ね、ぜひね、持ってない方は4枚揃えておきたいかなと思います。はい、続いて第6位です。第6位は、激浪の形成士です。1マーの11マーフォークで、キッカー1を持ってます。で、出た時にこいつがキッカーされていた場合、土地一つを島にしてしまうという能力を持っていて、で、相手が島をコントロールしていたら、こいつはね、プラス1プラス1の修正、つまり1マナ22になるということになっています。キッカー付きでね、唱えると土地1枚を島にしてしまうということで、基本的にはキッカー込みで唱えるのが前提になるカードかなと。まあ、実質ね、2マナのカードとして扱うものになるかなと思います。で、この島にするっていう能力は、もともとね、土地タイプを失わせてしまうため、まあ、例えばウルザトロンみたいなカードも土地タイプを失わせることによってトロンをね揃えなくさせることもできますし、色を強制的にね青しか出させなくなっちゃうので、青以外のデッキね色軸を誘うこともできるということで、まあ、非常にね汎用性が高い能力になっています。これまでそういった能力は広がりゆく海っていうねクリーチャーじゃないエンチャントで賄ってきたんですが、それをねクリーチャーでしかもマーフォークで賄えるっていう風になったら、さすがにこちらの方が優先されるんじゃないかなと思います。でこの、ね、マーフォークはねこのね激浪の形成士の他にも一番のリシャーダの二運びっていうねリシャポの能力を持ったマーフォークが登場したんですが、状況も選びにくくて速攻性もあるということでね、もちろんねリシャダの2運び弱いカードではないんですが、まあ、どちらかというとこちらの激浪の形成士の方が有力なカードになるんじゃないかなと個人的には思ってます。はい、続いて第5位です。第5位は孤独です。こちら白のね、インカネーションサイクルですね。5マナ3に瞬速反魂で、出た時に剣を好きにの能力を発動できるというカードになっています。まあ、5マナ3にとして出してもいいんですけども、トヨタのね、白いカードを追放することによって、早期としてマナコスト0で、まあ、ピッチスピルとして捉えることができます。そうした場合はね、出た瞬間に生贄に捧げられてしまうんですが、まあ、強力なカードですよね、本当に。剣を好きにっていうね、まあ、歴代最強のね、除去効果っていうのをさることながら、まあ、クリーチャーの能力であるということで、様々な障害をね、乗り越えることができます。例えばサリアみたいなあのマナコストを増やすクリーチャー呪文じゃないカードをねマナコストを増やす能力だったり、まあ、あとはね国の杯みたいな1マナのね除去呪文を弾くようなカードもねこいつですり抜けられますし、あとはなんといってもですね、まあ、普通の単体除去ではまず対処できなかったエムラクールをインスタントタイミングで除去できてしまうというところは本当に強力かなと思います。ムラクールはですね、プロテクション有色の呪文を持ってるんですけど、有色の能力はそのままね、プロテクションに引っかからないので、この、ね、孤独の効果で追放できてしまうということになります。なので、ムラクールはね、これまで絶対的なね、コスト踏み倒しカードとして、最強のフィニッシャーとして機能してきたんですが、もしかしたらね、このカードの登場で、他のカードに取って代わられてしまうかもしれませんね。まあ、一番有力なのはやっぱりグリセルブランドかな。まあ、除去されてしまってもね、手札7枚ね、賄ってくれるんで、まあ、ムラクールの代わりね、グリセルブランドの方が台頭してくることも考えられます。さらにですね、死の鍵デッキに対してめちゃめちゃ強いのがこのね能力です。2体並んでいたら1体ねこの孤独で追放するだけで相手がね死の鍵のパワー分ライフゲインするんで、もう一方の死の鍵もライフゲインによって自滅してしまうっていうことが起こるんですね。まあ、死の鍵デッキは白相手にはこのカードの存在によって2体ねその死の鍵を並べるってことが本当にしづらくなります。なんで今ねスカイクレーブの技山が、まあ、半年ぐらい前に天地下のやけど登場して、まあ、死の鍵8枚体制でねデッキ組んでる方もいらっしゃると思うんですけど、ちょっとね8枚出すとこの白いのデッキに対してめちゃめちゃ弱くなってしまうってことが考えられるので、もしかしたらねスカイクレーブの技山の方はリストラされてしまう、まあ、4枚に死の影ね4枚に抑えてデッキを組むってことがね起こるかもしれません。他のね死の影の要素とは別のプランをねもうちょっと取った方がいいのかなっていう風に思いますね。なんでそれほどねこの孤独ってカード環境に影響があるカードかなと思います。はい、続いて第4位です。第4位は断片なき工作員です。はい、まあねこちらは3マーのシミックのカラーで22続称ということで、まあレガシーでも普通に強いサマーの続称持ちクリーチャーが、まあ、これ、モダンにも上陸ということで、まあね、普通に色の合うね、コリキバのコアトルをめくってもよしと、あと、祖先の原始みたいな、マナコストのない待機呪文をね、待機持ちのカードを唱えてもよしということで、まあ、フェアデッキでも、続称を活かしたコンボデッキでも合うってね、本当に汎用性が高い一枚です。このカード入れてしまうと、2マナ以下のね、カウンターをね、入れづらくなってしまうっていう弊害はあるんですけれども、まあ、それでもね、否定の力とは同居できますし、カウンターが濃くないデッキだったら問題ないのかなと思います。チアミガミのエルフから、こいつをめくるとね、さらに続称ができて、1枚で3枚のアドバンテージが取れてしまうんで、ぜひね、ティムル続称デッキなんかをね、組みたいなと、個人的には思ってます。はい、続いて第3位です。第3位は、
カルドラの完成体です。まあ、こちらはヤダマナの伝説のアーティファクト装備品。で、生体武器で、まあ、00のね、細菌トークンをつけて場に出てきます。で、破壊不能を持っていて、で装備してるクリーチャーはプラス5プラス5修正と、先制攻撃、トランプル、ハンコン、速攻。そして、このクリーチャーがクリーチャー一体に戦闘ダメージを与えたり、そのクリーチャーを追放するっていうね、もう早口でもね、何秒かけて読んだらいいかわかんないぐらい、能力、天候、もりもりもりといったような新しい生体武器ですね。本当にね、小学生が考えたカードと言われていますけれども、言わずもがな、石火事の神秘化のね、新たな戦力となるカードになります。まあ、装備先にね、破壊不能を与えて、しかも、この装備品自体が破壊不能を持っているため、まあ、対処するのがね、非常に困難な装備品となっております。まあ、ほんと恐ろしいですね。特にね、赤はアーティファクトを破壊するのが得意な色なんですが、こっち破壊不能を持っちゃってるんで、逆に赤の方が対処しづらいカードになっちゃってるんですね。まあ、白だったらね、追放除去ありますし、青だったらバウンスできる。黒だったらね、生贄に下げたり、手札回をして、出す前に対処できるとかね。あと、緑だったら、デッキボトルに送ったりとか、そういったね、カードもあるんですけど、赤は本当に基本破壊しかないんで、こいつ出てしまったら手の施しようがないカードになってしまうかなと思います。死亡退場ぐらいかな、対処できるのが。トークンをバウンスするって死亡退場ぐらいしか本当にこいつをね対処する手段がないのかなと思います。まあ石火事の神秘化がね、まあ3ターン目にねこいつをね速攻持ちで出してくると、走ってくると考えたらもうアグロデッキはね絶望ものですよね。しかも全体的に執行氷結みたいなラスボ系のカードで破壊不能ってるんで死なないんで、相手の盤面をさらちにした後こいつが一人で走ってくると考えたらね、その、ね、いかに強いかっていうのがね本当わかるかなと思います。まあ石火事の神秘化ね、2年前にね解禁されてからね一定の活躍を収めているんですが、まあまだね環境トップのデッキとは言えないんですが、このカードがね環境に風穴を開けてくれるのはね間違いないのかなと思います。はい、続いて第2位です。第2位はダクロウの失勢です。7番の飛行三三で探査を持っています。こいつによって追放されたインスタントの操作輪の数に等しい数で、ね、プラス1カウンターが乗って倍に出る。こいつが倍に出てる時にインスタントの仮想サリがね墓地からね離れるたびにプラス1カウンターが乗っていくということで、結構ねインスタント操作輪をよく使うようなクロックパーミッションデッキでよく見るカードになるのかなと思います。まあ5枚追放して2万で出すなら、まあ大体ね3枚ぐらいのインスタント操作輪が追放されるのかなと予想してるんですけど、そしたらねもう2万66墓忍を超えるね効果になるんで、墓忍のほぼ上位互換といって過言ではないかなと思います。さらにね成長する余地も残ってるんでね、さらにね2体目を出せばそれによってさらに成長するってことも考えられるんで、本当にね墓忍も圧倒的に強いカードになってしまったんじゃないかなと思っています。ただですね、戦慄宗の秘技術師や春章の魔導士みたいな墓地のインスタント操作をね再活用するようなカードとはちょっとね相性が噛み合わないデッキになっているんで、成長する効果はねまあおまけ程度に考えていた方がまあうまくねデッキをねまとめることができるのかなと思います。まあそれでもね強力なカードには変わりありません。ぜひ、ね、デルバーデッキみたいなそういったデッキに使ってみたいカードですね。はい、そして栄えある今回の注目カード、環境変えカード第1位はヒタンです。はい、黒のインカネーションサイクルですね。4マナ3に100で出た時に相手のね手札、土地以外のカード何でもぶっこのけちゃいますよというカードで、さらに早期を持っているということで、まあ、今回のインカネーションサイクル、どれも強力なんですけれども、その中でも最も期待したいカードが、このね、ヒタンっていうカードですね。まあ、どのプレイヤーに聞いてもこのカード一番強いだろうっていう人はね、まあ結構いると思うんですけど、暴露とね、ほぼ同じ効果を使いでしまうこのカードをですね、まあ、早期で唱えた時に、いきなりスタックでブリンクしてしまうと、3人100が残った上にもう一回ね、ハンデスができてしまうっていうね、恐ろしいシナジーを持ってます。例えば初代のねモダンホライゾンで出た儚い存在っていうカードがあるんですけど、それを使えば反復を含めて2回ブリンクできるんで、3枚ハンデスした上で3人100が残ってしまうと。しかもこれたった1枚でこの凶悪な動きができてしまうんで、もうね2枚揃っただけで勝ちが決まってしまうような本当に恐ろしいコンボが使えてしまいます。すでにね白黒のねヒタンをね最大限活用したデッキもね考えられているので、ぜひ使ってみたいというか、どれだけねこのねモダンっていう環境に影響を与えるのか注目したいところです。まあ、もちろんねレガシーヴィンテージも大活躍間違いなしのカードでしょう。文句なしの1位です。はい、というわけでモダン環境を変えるカードトップ10やってきました。まあその他にもね結構 SNS 上、まあ Twitter ではねラガバンもねかなり強力なカードと言われてるんですが、モダン環境に関しては相位の速走の方がダメージを与えるストレートの効果が強いかなと思ってるんで、今回はね選外させていただきましたが、どうなるでしょうね。これでねトップ10になってしまったらとトロピオツカ何とんねんってなってしまうんですが、僕あくまで僕個人の意見なんで、ぜひ皆さんねいやトロピオツカ違うやろって意見持ってていいと思うんです。ぜひいろんなね意見を参考にしてね自分だけのモダンホライズンの評価つけてみてください。というわけでね、よかったらねチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。というわけでトロピオツカでした。また次回、今日の負けはこちら。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネルの登録そして高評価よろしくお願いいたします。またマジックのカードをご購入の際は概要欄のリンクからアレリアをぜひご利用ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。